株式会社鎌倉設計工房の藤本と申します。セミナーのテーマですが、誰とどこに住むか、子育てを終わった熟年からの関心事ですが、そのまま二世帯住宅、息子たちとですね、二世帯住宅にする場合もあるでしょうし、古屋をシェアハウスにするような場合もあるでしょう。もちろん夫婦そのまま古屋に住み続ける、そういう場合もあるかと思います。自宅の建て替えに際して一戸建てや二世帯住宅ではなく集合住宅という方法を選んだ方がいらっしゃいます。30代から80代、それこそさまざまな方々が一緒に家族のようになって住んでいる、そんな賃貸住宅の事例を紹介します。